エコノコンパスです。今日のテーマはこちらです。記録的猛暑、気温上昇で動く銘柄はです。ゲストをご紹介します。SBI 証券投資情報部長の鈴木秀幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。全国的に記録的な暑さが続いています。 気象庁によりますと、7月は東京都心など25地点で平均気温が統計開始以来最も高くなりました。都心の先月の平均気温は28.7度でした。また、都心で35度以上の猛暑日を観測したのは13日に及び、7月として最多を更新しました。その全国的な猛暑が個人消費を押し上げています。 食品スーパーのサミットでは先月のアイスクリームの売上高は1年前と比べて11%家電量販店のビッグカメラはエアコンの売上高が1年前に比べて3割伸びましたこういった状況ということなんですが鈴木さん株式市場から見て猛暑による経済効果というのはあるんでしょうか はい、えー、と株式市場からですね見ますと、まあ、本来は5月に売ってですね9月に戻ってこいという格言があるようにですね、はいえー、夏場は難聴になりやすいんですねでそれはあの国内外の投資家が夏休みに入り投資額が抑えられるからという面が大きいですね、うん、まあその一方で近年は猛暑が続いていることからですね、えー、夏枯れ相場の時期に株価が上昇する傾向があるですね。 そのサマーストックと呼ばれる銘柄がです、ね、注目されていますで気温の上昇に伴って売り上げが伸びる商品やサービスを扱う業種に属する銘柄。 が物色されやすくなってます,です、ね。では、そのサマーストック、どんな銘柄があるのか、代表的なものを鈴木さんにピックアップしてもらいました。エアコン、ビール、アイスクリーム、飲料と夏らしい商品を扱う企業が並んでいます。この中で鈴木さんが着目している銘柄として挙げてもらったのが、エアコン大手の代金工業ですね。 株価も確認していきたいんですがダイキン工業、えー、先月、上場来高値を更新しています、現在も高い水準での推移ということですが、ダイキンのポイントというのは、どういったところになりまダイキン工業はです、ね、海外売上高が83%あります。世界のの多くの国でトップシェアを 保持しておりまして、まあ、国内は40%のシェアということなんですが、えー、海外展開に力を入れていてですね、中長期的な成長トレンドがま期待できます、えー。ただ海外比率が高いということは世界の気候の影響も受けるわけで、まあ、日本の気候以外の要因で株価が動くことが多いというふうに見られますですね。 そして私自身も消費量増えているんですけれどもサマーストックの代表的な銘柄であるビールですねビール各社についても伺っていきますキリンビールは主力のビール一番搾りの生産を今月1年前と比べて1割増やす予定ですまたサントリーもビールの生産を5割増やします 鈴木さんビール大手についてはどんな見方をしていますかはい私も大量に飲むんですが <laughs> ですかえ確かにあの夏場に売り上げが伸びておりますです、ねはい、まあ上場している札幌、朝、キリンともですね、まあ、営業利益で見ると夏に多めになっております、うんえー、ただ、ですねこのビール各社の株価は日本の気候だけに左右されているわけではないと思いますね。ね 上場、えー、ビール3社の過去10年間のです、ねえー、月,あ月別の平均投落率をこれ表したものなんですけれども、はい、8月になると株価が下落しています、えー、例えば、朝日は海外事業の比率が高いですしキリンはこの医薬、札幌は不動産事業といったものもです、ねうん、成長に影響します、まあ、国内ビール事業だけがです、ね、成長や株価に反映される時代ではないということだと思いますね。ね、はい そして足元、ビールやエアコン以外では熱中症対策の冷感スプレー、制汗剤などを製造するメーカーも注目されているということですね。ここのの中でのポイントどこになりますか そうですね、えー、ここで小林製薬,小林製薬はです、ねまあ、医薬品、医薬部外品とです、ね、芳香剤、衛生材料などのです、ね、家庭用品を製造・販売する大手メーカーですね、うん、でニッチな分野のユニークな製品の開発に定評がありましてトイレタンククリーナーのです、ね、ブルーレットなどをまあ手がけています。 えー、額に貼るです、ね、冷却シートの熱さまシートはです、ね、外国人観光客にも人気です、ね、インバウンド需要復活の追い風で売り上げが伸びる可能性もあると思います。